夢の玉堂さんの小説に幕末から明治にかけての神楽坂を舞台にして、まあ早い話が町医者と団子屋の娘と大工のせがれの少年を主人公にした連作があります。その中の一つを読みます。邪念あります。夢の玉堂。神楽坂にほど近い幽霊坂の長屋、竹庵療養所と書かれた腰高障子の前で、立派な口毛を蓄えた着物姿の男が様子を伺っている。空き巣の当て込みだったら蹴んな。男の背後から声をかけたのは、大工の息子虎吉。まだ八つだが、神楽坂で起こった奇怪な事件を解決してから、目明かし虎吉とあだ名されている。ここに金目のもんはねえよ。虎吉は男の脇をすり抜け、障子を勢いよく開けた。先生、チカン先生、目利きのできない盗っ人が覗いてるよ。虎吉、人聞きの悪いことを言うんじゃない。お客さんに失礼だろ。お客？虎吉は自分の背後に立つ男を振り返った。あ、神楽坂下の巡査さん。おい、ほら、子供。いかにも、純さん、まさきじゃが。まあ、気にすんな。制服着とらんな、案外わからんもんじゃ。まさきの言葉が荒っぽく聞こえ、肩をすくめて緊張する虎吉に竹庵が助け舟を出した。まさきさん、敵討ちの一件ではお世話になりました。それで、今日は何のご用でしょう。どこか具合でも悪いんですか？あ、いやいや、体調はすこぶるよかとじゃが、ちょっとな。まさきはちらっと虎吉を気にした。竹庵はそれを見て、懐から銭を何枚か取り出し、虎吉、これで玉木屋の団子を買ってきてくれ。お客さんとわしの分、それにお前の分もだ。あ、急がんでいいぞ。茶店で一服してから戻ればいいからな。あれ、邪魔なのかなと虎吉はいぶかったが、団子には勝てなかった。小さな目明かしが療養所を出ていくのを見送ると、竹庵は正木に薄い座布団を勧めた。お気遣いありがとうございます。実は先生ご意見を伺いと事件が舞い込み申して、それが事件中にあまりにも奇妙で納得いかんもんで。まさきは神妙な面持ちで話し始めた。ことの始まりは、冬も近いというのに、じめじめと蒸し暑い午後だった。神楽坂下交番所に詰めていたまさきは、飯田堀で骨董を商っているという宗兵衛の話を聞いていた。それじゃあ、毎日を聞くと、神楽坂が旗本屋敷の墓前で、御社女房を殺したんか。いえいえ、そうじゃ、いや、それと、お墓じゃありません。供養塔です。三尺ほどの石の塔ですがね、夜な夜な娘たちを襲っていた、まあ、恐ろしい鬼を供養してるんです。気味が悪かところじゃな。いやあ、何も気味があるかありませんよ。ただの旗本屋敷です。いや、元旗本屋敷ですかね。ご一心で録画がもらえなくなったんで、お屋敷にあるお宝を金に変えて、ここをしのいでいましたから。宗兵衛は口角を上げて笑うと、着物の襟から腕を突っ込んで、胸のあたりをしきりにかきむしった。まさきもどこかかゆいような気持ちになった。そんだ、いつんこった、日付は覚えちょっか。先月の3日でした。毘沙門天さんにお参りをした帰り、
プラプラと神楽坂をそぞろ歩いていたんですがね、とあるお屋敷の前を通りかかると、玄関の前にずらっと壺や掛け軸が並べてある。あしら迷わず門をくぐって、二三品手に取りました。普通は私らの商売だと、値打ちのある品ほど後で出すんですが、お侍はそんな駆け引きは知らねえから、肌から掘り出し物が並んでいる。早いもん勝ちなんですよ。寝踏みをしてると、障子の向こうから、買われるのかって声がするんです。いやいや、顔なんか出しはしませんよ。障子の細い隙間から目玉だけで睨んでる。ジュザさんはご存じないと思いますが、旗本の方々は奥ゆかしい世間知らずでしてね。金が欲しいから売れては欲しいけど、顔を出して売るのは恥ずかしい。その上、いくらいくらと値をつけるのも武士の矜持に反する。そこで私らみたいなもんが親切に値段をつけて差し上げるんです。早く話が買い戦うわけじゃな。宗兵衛は一瞬肌をかく手を止めたが、またすぐに動かした。いや、まあ、それはともかく、並んだ品の中に変わった刀があったんですよ。反りがなくてまっすぐで、絵の装飾がまるでお不動さんの持ち物みたいに、見たことのない品でした。障子の目玉が言うには、この刀は別のお旗本からいただいたもんで、古い神社で使われていた一対のうちの一振りらしいんです。正直がっかりしました。なんで雅楽で舞う時に使う模造刀かってね。で、私が買い取りを渋ってると、障子の目玉が面白いことを言い出したんです。昔出羽の国に夜な夜な娘を襲い畑を荒らす鬼がおった。その邪気を神仏の力を借りて沈めたのがこの宝剣じゃ。それが巡り巡ってこの近くの旗本の屋敷に鬼の供養塔と共に納められた。今でもこの刀には鬼の邪念が封じ込められておるのじゃってね。そげなあやふやな言い伝えが面白かとか。面白いですとも。最近のことはね、西洋人の工事家が商売相手なんです。あいつらは時代が古いとか作りがいいとかじゃなくて、その品の由来に興味を持つんです。だから言い伝えや伝説がくっついてくりゃ、飽きないとしては面白くなる。私はもっと詳しい話を聞くつもりで、刀を持って元の持ち主のお屋敷にご挨拶に行ったんですよ。でもね、国元に帰られたらしく、門が閉まったまんまで誰も出てきやしません。で、私は庭にある鬼の供養塔だけでもこの目で確かめたくて、夜中に忍び込むことにしたんです。さすがに真っ昼間から盗っ人の真似事もできませんからね。夜ならよかとじゃなかぞと正木は思ったが、口に出さずに聞き流した。いちいちあげつらっては肝心の自白まで止めてしまうからだ。かゆみが収まったのか、腕を襟から出した宗兵衛は武勇伝を続けた。その夜、猪子湖を過ぎた頃でしょうかね、私は女房の綾を連れてそのお屋敷へ行ったんです。一人で行ってもよかったんですが、綾はひどい臨機持ちでしてね、夜中に一人で家を開けるなんて言ったら、それこそ鬼のように荒れ狂って女に会いに行くんだろう、こんなケツの軽い亭主とは今すぐ離婚だなんて言い出しかねもないですからね。私が塀を乗り越えて中から勘抜きを外し、綾を引き入れました。庭に入ってみますとね、
背丈ほどに生えた草の間から苔むした石塔の頭が見えたんです。石の表面には呪文のようなものと鬼の顔が刻まれている。間違いねえ供養塔だ、こいつは面白いって小躍りしましてね。ところが私が浮かれてる後ろで、あやぼーっと突っ立ってるんです。首を少し左に傾けて、両腕をだらり。なんて言えばいいのか、この、風の中のすすきみたいに、ゆらゆらと体は揺らしてました。そっと近寄って顔を覗き込むと、目はうつろ、口も半開きで、ヘラヘラと薄ら笑いを浮かべてるじゃありませんか。おい、あや、あや、え、なに、ここどこ？あや、自分がどこにいて何をしていたか全然覚えてねえみたいでした。それでも薄気味悪くなっちゃって早々に帰ったんですが、本当に怖いのはここからだったんです。宗兵衛は気持ちを沈めるように一度大きく息を吸った。体が小刻みに震えている。寝屋に戻って綾が着替えるのを見てたら、肩から腰にかけてさっきまでなかったはずの真っ赤なあざがあるんです。まるで刀で手さぎりにされたみたい。なんだよそれは、そんなあざいつついたんだよって聞くと、あら変ね、でも大したことないわよ、と、あやは妙に落ち着いていた。ちゃんと見せろって言ってももう眠いからって布団にくるまっちまう。妙だなと思ったんですが、夜も遅いし草ぼうぼうの庭を歩いたんで、ああ、虫でも食われたんだろうって自分を納得させて、私も布団に潜り込みました。朝になっても、あやに特段変わった様子はありません。でも、次の夜も、その次の夜も、私が寝てから、あやはあの供養塔に出かけたらしいんです。らしい。一緒に寝ちょって気づかんかったんか。なぜか私の仕事が、急に忙しくなってきたんです。昼間は仕入れと卸の作業に追われて、もう疲れ果てて帰って布団に入ると朝まで目が覚めない。そんな日々が続きました。元来私は神経質な方で、ちょっとした物音にも目が覚めるんですが、今から思うと、なんか不思議な力が、働いていたんでしょうね。そう、きっと鬼の邪念のせいですよ。ああ、そうかそうか。マザキは宗兵衛にわからないように小さくため息をついた。この男の話を調書に仕上げるのかと思うと、どんどん気がめいっていく。それで夜ごと女房が出かけ帳証拠を見つけたのはいつなんじゃ。昨日の朝です。珍しく夜明け前に目が覚めると、ちょうど綾が浴衣を着替えるところでした。見ると体に真っ赤なあざが増えてるんですよ。それも一つや二つやね、大小合わせると20個以上。肩から胸、腹、尻から足まで赤い傷だらけでした。それがなぜ前を出かけちょる証拠になると、朝なんちゅうもんはちょっとしたことってできっちゃろう。うち女房も昨日腕に赤かあざつけちゃったぞ。なるんですよ、証拠に。わかりませんか、旦那。あの供養塔に行かなきゃ赤いあざはできない。あざが増えてるってことは、あそこに何度も通ってるってことですよ。そうでしょ。私は、夕べ早めに布団に入り、眠ったふりをして様子を伺った。
真夜中になると綾はそっと布団を抜け出し、浴衣の上に外套を羽織って出て行きました。私はなぜか鬼沈めの剣を持って後を追いかけた。どうしてもその刀がいるような気がしたんです。神楽坂を上がっていった綾は、案の定はあのお屋敷に入っていきました。そして庭の供養塔の前まで行くと、街灯も浴衣も脱ぎ捨てて、その姿で四つん這いになった。やがて、鉄猿の匂いのする生暖かい風が吹いてきたと思うと、二階の屋根を越えるほどの大きな赤鬼が綾の前に現れたんです。鬼は地獄から湧き出るようなうなり声を上げ、手にした太い鞭を綾の背がらからめがけて打ち下ろしました。ビシェーバシェー。鞭が当たるたびに、白い肌に赤いあざが一つ二つと増えていく。私は走り出て綾を助けようと思いましたが、もう足が動きません。いや、なぜって、鞭で打たれてるその表情が、今まで見たことがないくらい嬉しそうだったんで、鞭のうねりに体を震やして、綾は、無常の喜びを感じている。見ているうちに足の心に不思議な感情が湧き上がってきました。何と表現すればいいのか、あえて言うなら、邪念のない嫉妬？ただの嫉妬じゃない。女房を鬼から救うために生まれた清らかな妬みです。私は叫びながら綾に駆け寄ると、持っていた刀を力いっぱい振り下ろしました。よか。そこまで聞けば十分や。凶器は僕と、場所は坂上や旗本屋敷。あとは動機だが、しばらくして落ち着けば、鬼団邪念団おかしな言い訳をやめて、殺した理由をちゃんと話すじゃろ。まさきは、内心ほっとして供述を確認した。つまりわいはその模造刀を使って女房を殺したんじゃな。旦那、私は殺したなんて言ってませんよ。あ？刀振り下ろしたんじゃなかか。振り下ろしました。でも殺しちゃいね。足元深い草に囚われて、ふらつきながら放った一撃は、綾の肩に当たりました。驚いて振り返ったその顔に、私は愛を見たんです。愛？そうだ。安っぽい快楽なんかじゃない。暗い闇に取り込まれそうになりながらも、ほのかな輝きを放し続ける愛の光で。私はそれを確かめようと、もう一度刀を振り下ろしました。よく狙ったはずなのに、刀が空を切って地面を叩いてしまいました。綾の体、そこになかったんです。見上げると、そそり立つ鬼の手に綾が掴まれていました。鬼は、私以上に嫉妬に狂った顔をしてこっちを睨んでる。ああ、私は鬼に勝ったんだなって思いましたよ。でもね、奇妙な満足感に浸っていられたのもつかの間、鬼は綾を掴んだまま、ふわりと霞のように消えてしまったんです。障子の隙間から差し込む夕日が、巡査の顔に深い影を落としている。話を聞き終えた竹庵は、大きくため息を吐いた。結局、宗兵衛は女房を殺さなかった。いなくなったのは鬼のせいだ、ということですか。そうなんじゃ、竹庵先生。
どう調べて死体も出てこんし、見つかったは木刀が一振りだけ。文明開化のご時世に鬼が角を出したなんて事件にもできもは。邪道、宗兵衛の表情は真剣やった。鬼は嘘をついちょうとは思えん。なあ先生、どっちじゃっち思うと？女房に逃げられて錯乱しているのか、それとも腹いせにからかっているのか、もしかすると壮大なのろけ話を思いついたんで交番所まで話しに来たのかもしれませんね。ちくわんは困惑した。こういう場合に真剣を探る方法はいくつか知っているが、それは残酷な結論を導くこともある。どうにか正木をなだめていると、腰高障子がガラッと開いて虎吉の首根っこをつかんだおようが入ってきた。ちょっとお姉ちゃん痛いよ。ダメ、立ち聞きするなんてお行儀悪いでしょ。この刀でお仕置きしてあげるから、ペンペン。そこまで言っておようは療養のところに客がいることに気づいた。あ、巡査さん、お恥ずかしいところ。おようは帯に刺した木刀を鞘ごと抜いて背中に回した。まさきはそれを見逃さなかった。おようちゃん、その刀は、え、これですか、変わってるでしょ。おようは照れくさそうに隠した刀をまさきの前に出した。反りがまっすぐで絵はお不動さんの持ち物みたいでしょ。坂上の旗本屋敷のお嬢さんがくれたんですけど、出羽の神社のお祭りで配られる魔除けの木刀って言ってました。たくさんもらってきたからご近所にもお福分けしてるんですって。巡査さんもどうですか。いらないか。へへへ。そんなもんおいらにはこの仕込み術ってがあるさ。あら、そんなら負けないわよ。なんのチョコ材だや。はしゃぐ二人を見て、まさきは微笑む。なんと、お人邪念を封じ込めた刀じゃなかとか。伝説のお宝、貴重な品だと聞かされていた鬼しずめの剣が誰にでも手に入るただのお守りだと聞いて、まさきの黒雲が晴れたのだろう。まさきは明るい表情を取り戻した。それを見てほっと胸をなで下ろすちくわんだったが、まだ心にくすぶっているものがあった。ちくわんは昔通っていた道場の先達から嘘や謀略を見抜く方法を教わった。そのうちの一つが喜びと嘘だ。快感や幸福感とともに経験したことについて人は嘘をつきにくい。なぜなら嘘をつくと一緒に味わった喜びも幸せも嘘になってしまうからだ。もしそれが正しければ、宗兵衛が交番所で話したことは、子供たちと一緒になって無邪気に笑っている正木を、ちくわんは黙って見つめていた。